11月22日のいい夫婦の日に、松山市公設家家地方卸売市場の関係者らが松山市駅前の道行く人にバラの花を配布しました。ありがとうございました。いい夫婦の日は、妻や夫に愛する気持ちや両親や家族への日頃の感謝を伝える日と言われています。この日は今が見頃のバラの花で、市民の皆さんに幸せを実感してもらおうと、赤とピンクのバラの花1200本を市場関係者らが配りました。普段奥さんであったり、ご主人さんであったり、もしくはご両親、お子さんであればご両親であったり、そういった方に、普段なかなか言えない感謝の気持ちであるとかですね、そういったことを、メッセージカードというか、メッセージを書き込めるような今回作りにしておりますので、一言そういうメッセージを添えて、普段の感謝を伝えてもらえることになればなと思ってます。すいません。今が見ごろの綺麗なバラを皆さんにプレゼントしております。そしてこのバラを持ち帰っていただいて、ご家庭に飾って、お花のある幸せな空気の中、ご夫婦で日頃の感謝の気持ちなどお話していただく、いいきっかけになったらいいなと思います。そしてこれがお花を贈るということが定番となって、いい夫婦の日がこう盛り上がっていったらいいなと思います。プレゼントしてます。やった持ち帰っていただいて、でお花のある幸せを実感していただきたいと思います。これ何の花ですか？これバラです。バラですか？素晴らしい。エリのバラで、はい、お父さんお母さんいつもありがとう。こんなことしか言えないけど愛してます。ありがとうございます。よかったら一言いただいてもいいですか？やっぱ突然でとても嬉しゅうございます。ありがとうございます。バラの花が日頃の感謝の気持ちを伝える良いきっかけになったようです。